ンネル。DYM 人事部熊谷です。中山みおりです。河本です。中山と学ぶ就職活動、よいしょ。はい、ということで今回は業界研究 EC 編ですね。河本さん、なんか一番使ってる EC 通販なんですか？もちろん Amazon。あ、やっぱりそうですね、不動の。はい、うん、それ以外だと、なんだろうな、なんか EC がありすぎて、はい、なんか最近クレカとか登録するの怖くなってきたんですけど。あ、うん、なんデモトというか運営元がなんかある程度しっかりしてそのとこじゃないと、うん、スキミングとかくらいすごい怖いですよね、うんうん、フィッシング、まあまあ、そういうのは置いといて、はい、まあでも EC サイト僕はあの使うより作る方が多いですね。確かにそうですよね。、はい、ということで EC 業界、はい、やっぱ学生さんの人気ランキング上位にもあるようにと、うん、いうところで、うん、はい、ちょっと市況感や業界図なんかを見ていければと思ってます。うん、市場規模すごいですね。前年から 8% 拡大、うん、高度経済成長って感じですね。 8% 増えてると、うん、なんと17兆9845億、うん、市場大きいですね、やっぱり。うん、でスマホの普及によってやっぱりこう移動中とか隙間の時間でもこう物を変えたりとかっていう風になっているので、ポチポチして利用する人が増えていると、うん、はい、そしてネット通販の約4割がもうスマホ経由という風にもなってます。うん、PC よりスマホという風にどんどんこうシフトしてきている感じですね。この市場の成長性についてこう今後どれぐらいまでいけそうとか、なんか見解ありますか？ひたすら伸びるんじゃないですかね。ですよね。うんうん、店舗とかが減ってくんじゃないですか、逆に。うん、店舗で買う意味ないですもん、マジで。そうですね、うん、本当にそれこそすげえ緊急性高いとか、うん、まあ、緊急性も多分 解決されると思いますよ。うん、買ってその日に届けるってウーバーイーツみたいになっていくんじゃないですか。はいはいはい、はい、そうですよね。だから本当に実物を見ないとわからないやつとか、はい、あとはそのアパレルの回でちょっと出たかもしれないですけど、はい、実物だけ見る店舗が1個あって、うん、そこで 見るって形になったら、はい、あのメーカー側はめちゃくちゃ利益率高くなりますよね。そうですね、うん、固定費どんどん削れますもんね。うん、そのうちなんか VR とかでこう家でもほぼ実物がもう見えるとかになったらもっとですよね。うん、そして確かに、うんうん、でもこの、まあ、なんか20兆円みたいなデータって別に EC サイトの売り上げですけど、はい、物が売れてるっていうか EC になってるってだけですからね。はい、で業界図と業績のところでまたちょっと整理しておければと思います。はい、でこちら区分としてはですね、 EC も大きく4つに分けられるということで、1つ目がいわゆる専門型ですね。例えばアパレルの ZOZO とか、はい、続けて、まあ、Amazon みたいなですね、こういった直接販売型というものですね。で3つ目がもしかすると皆さん一番馴染みあるかもしれませんが、楽天みたいなモール型というものですね。はい、で最後、まあ、新興勢力ですね。これがどこまで伸びてくるかというところですが、 C2C ですね、個人間取引のメルカリだったりとか、はい、というものになってます。プラスアルファやっぱり押さえていきたいところが、 EC 伸びれば伸びるほど宅配物流業界がこう非常にニーズが増えて、今だと人手不足逼迫している。カモさん、このあたりご覧いただいて、見解とこう EC 関連を目指される学生さんにアドバイスお願いしてもいいですか？うん、これらのどれが伸びるかって、はい、うん、結論 Google の気分次第なんだろうなって思っちゃうんですよ。あ、アルゴリズムによって、はい、うん、だから例えば僕がこの間、はい、加湿器欲しいなと思って、はい、加湿器で検索したんですよ。うんうん、そしたら一番上に来たのがヨドバシカメラだったかな、はい、の加湿器一覧だったんですよ。はいはいはい、各、商品をクリックするとヨドバシカメラの、うん、多分サイトで買えるみたいな感じだったんですけど、はいはい、ってことは Google は、まあ、これで言うと専門型を一番上に上げるようなアルゴリズムを今してるわけですね。はい、そうですね。うん、だけど加湿器って検索したときに、最初からわからないけどパナソニックのメーカーのホームページを上に上げるようになったら、はい、この専門型は一気に落ちていくわけですし、そうですね、うん、プラットフォームのモールを上げた方が、はい、まあ、いいって Google が判断するのか、こういうヨドバシカメラみたいな専門型にするのかとか、はい、っていうのは、まあ、あんまり読めないんですよね、正直。うん、結構 SEO とかっていうのはずっと見てるんですけど、はい、なんで Google、結論 Google の気分次第でどこが落ちていくかが決まるっていう、はい、確かに。各メーカーが
自分たちでホームページ作って自分たちのサイトでお客さんが買えるようにするっていう仕組みはこれからも進んでいくと思うので、はい、まあ、今までってなんかコーポレートサイトを作るのが当たり前っていう時代になったらみんな一気に作り始めて、はい、コーポレートの SNS アカウントが必要ってなったらみんな一気に作り始めてって言って、はい、まあ、多分それが次は多分 EC サイトだったりとか、はい、自分たちのサイトで買えるのが当たり前だよねっていうのが、うん、まあ、今まで以上に多分活発になっていって、そうするとこういうモールに出店して手数料取られるのめんどくさいよねとかってなると、うんうん、はい、じゃあ次、もちろんパナソニックで検索した人はパナソニックのホームページから買ってくれるんですけど、さっきの僕みたいに加湿器って検索したときにどこが一番上になるかっていう、いやモールが上になるのか、うん、あの加湿器のメーカーになるのか、はい、こういうあの電気屋になるのかって、まあ、本当読めないですよね、うんうん、なんで、まあ、それが一番上に来ているところが伸びるっていう、まあ、本当それだけの結論なんだなと僕は思ってます、うん、なるほどですね。これが伸びるってことは要は制作会社だったりとか、はい、まあ、あのマーケティング、ウェブの広告だったりウェブのマーケティング会社だったりとか、うん、はい、まあ、そういうのが伸びていくんだろうなって思います。のあとはちょっと違う観点なんですけど、はい、あのこれって全部検索で入ってきた人が買ったりとかしてますけど、はい、意外になんか動画だったりとか、うん、SNS だったりとかで、はい、情報収集したりとかしてそこから買うっていう動線がこれから多分発達していくと思うんで、うん、ってなった場合はこのウェブサイトであの検索で網を張っている企業ではなくて、はい、SNS で発信がうまかったりとか、うん、SNS の動線がうまいところの方が売れるような気もしちゃうんですよ、うん、で特に女の子が例えばいろんなアパレルの、メーカーのアカウントをフォローして、はい、そのアパレルのメーカーが発信するインスタの写真から買えるようになったら、うん、モールなんて一切いらなくなって自分が欲しい情報だけ、まあ、フォローしとけばいいだけに、うん、ってなってくるとこのなんか業界構造も結構ガラッと変わってくるのかなと思いますし、うん、YouTube チャンネルもやっぱ各あのアパレルメーカーが YouTube チャンネル自社で作ってモデルがなんかこう着ているシーンとかを動画上げ続けたら、うん、そこから買えるようになったら多分そっちの方がそうです、ね、あの動いてる物体を見てる方が多分イメージしやすいですよね、うん、はい、なんで意外とこの検索だったり SEO 依存型の EC っていうのはまあ伸びるんですけど、はい、動画と SNS っていうところで可処分時間のこう奪い合いというか殴り合いになっていくんじゃないかなと思うので、うん、あの Google の気分次第っていうのと SNS と動画へのちょっと進捗というかあのハックがうまいところが伸びていくというのが僕の予想です、はい、他の業界よりはちょっと話しやすいですね。そうですね本当にこれから何が起きるか、うん、よくも悪くもわからんなというところですね、うんうん、全ては Google 様のおっしゃる通りに動くだけです、はい、マジ Google すげーって話すごいですね、はい、そんな感じで、はい、じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。